メロディーを弾くときにアコースティックギターだと一回ピッキングして音を出すとですね、あとはどんどんと減衰していって小さくなります。ピアノや木琴、鉄琴と同じような感じです。ところがエレキギターではギターアンプとの相互作用によって音を伸ばすことができます。例えばこんな感じです。はい、こんな風に長く、音が伸びる。これもエレキギターの大きな魅力の一つです。